おはようございます。ティラッタ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。久しぶりの収録です。撮りたかったんですけど、この動画上げてる頃には多分皆さん忘れてるかもしれないんで言っておきます。親がね、なんか体調不良で帰ってきたり、1日後に俺はもう大丈夫とかふざけたこと抜かしたり、今日に至ってなんかもう家いません。何してんですかねあいつ。そんなね、陽気な親を携えた今日のドラゴンクエストやってみよう。さて、今日もね、大会モードやっていきます。マスタークラスはね、まだ誰も上級職になってないんで展開が早いんだよ君まだマスタークラスはできないんだよ。フレッシュマンのね、まだね3つ残ってますね。はい、戦士が残っているっていうのもなんか怖いんですけど、私戦士ちょっと今日やりたいと思います。まあ、戦士はね、言うて皆さん通る道ね、戦士から始めるプレイヤーも多いでしょう。はい、じゃあまずは戦士やっていこうか。どうだろう、強いんかな。やっぱさあ、このね、この画面を見るのもね、8度目ぐらいになりますね8度目どころかだいぶあるぞ。でも見て、このスライムシールド構造もさ、すごいなんか胸厚だよな。こうしてみるとダンビラと死神騎士のさ、戦士が弱く見えるわ。弱く見えるとは失礼な話ですけどね。はい、というわけでレディーさん、ジェントルメンね、はい、大変ならお待たせいたしました。ようやく最強戦士決定戦が始まりますね。はいようやくね3度目でようやくやからね。この前2度目だからねついに最強の戦士を決める時が来た。なんか文字だけ言うと強そうに聞こえんなさあ、ここで来るのがこのね、頭ツンツンにワックスで立てた男ですよ。あのね、マスタークラス大会が始まると、そのフレッシュマンの大会の敵のレベルが上がるんです。これ言わなかったと思うけど、だから正味言うと大会モードの敵が強くなるんですよ。だから初めの2つは優しいけど、あの残り3つは難しくなるんだよね。だからこの選手がね、確かレベル79くらいになっちゃうのかな。なんか魔物使いの相手の場合99になってた覚えある。だから強くなってんだよね。さあ、ガチンコ対決しようぜ。お、下ネタかい。さあ、1回戦何代、岩飛び悪魔とクックルーね、戦士相性がございません。まあね、職業系のさ、こういう系ってさ、あんまり敵強くなんないよな。相性外せばいいんだもん。さあ、行きましょう。私のチームを紹介します。メタルキングの剣、この前手に入れました。フレッシュまで持ってくる武器じゃねえよ、メタルキングの剣なんざ。よっしゃ、戦士行きましょう。レベルいくつだっけ。さあ、ノードモンスター27か。そことかあんね。オーシャンクルーとバトルレックスでございます。ね、二人とも相性がちゃんとあるからね。相性がちゃんとあるんでね。これでね、力押ししていきたいと思います。さあ、始まりましたよ。バトルレックスがね、戦士となかなかね、相性のいい強いモンスターなんでね。はい。この爆炎切りの威力がすごい高いんで。で、オーシャンクルーはね、あの芸人キスコのね、技をね、芸人キスコの元祖ですから。アイスクラッシュという元祖がありますから。オーシャンクローには期待したい。やっぱ初めから買えるカードにはね、思い入れというものがありまして。あとね、ちなみにちょっとね、結構ね、ライブでね、このオーシャンクローに関してはね、芸人扱いされてるんで、キーストラゴン並みの、キーストラゴンと同じぐらい芸人してるんで、このオーシャンクローもね、頑張ってほしいところですよ。さあ、行きますよ。まずはね、さっき話したドランゴが、まず先に行った。先に行ったね。よく素早さ無視して。さあ、ここでアイスクラッシュ。さあ、来ました。ここでは、キースドラゴンから受け継いだ。あー、すげー、強い。あ、強いじゃん。やるやる。オーシャンクローはね、賢いです、結構。オーシャンクローは賢いので、アイスクラッシュをね、一番弱いやつにね、比較的当ててくれます。ただ、問題はアイスクラッシュにね、やっぱね、オーシャンクローアイスクラッシュはね、まあ、そんな強くないかな、言うて。威力は高いんだけど。いや、強い技なんだよ。強い技なんだけど、確かね、打撃が含んでんだよね。打撃が入ってるせいで、キースロゴのアイスクラッシュより威力が出づらいんだよね。来た、健康一戦メタル切り、そいつは鳥だ。オッケー、いいよ。いいよ、いいよ。いい、いい、いい。普通に、クックルーがそんなにね、残念ながらね、守備力高いモンスターでもないし、向こうに職業相性も発動してません。ね、あ、お岩止めちゃうんだよ、それ。戦士ってバカだった、そういや。戦士はバカだからか。爆撃切り、よいしょ。よしよしよ、いいよいいよ。普通にいい感じに攻めれていいよ。まあ、さすがにこの辺りはね、敵が強くなるって言ってましたけど、さっき。敵が強くなるのは、決勝戦の時のみですね。決勝戦の時も、キャラのみ。
あの敵がその名前付きキャラの場合レベルが上がるってことなんで、決勝戦まで、ね、サクサク行きたいですよね。キアギリいいね。まあまあまあ大丈夫大丈夫。これでもうだって次スペシャルカード進めて勝ちですからね。まあ何があろうが、向こうの勇気は2ターンで溜まるというね、最悪の珍事ない限り大丈夫ですよ。まあ向こうのパーティー2ターンで溜まるってさ、よっぽどのパーティー行くまんとあかんけど、専用パーティー行くまんとどめは禁止っす。そんなわざわざしなくてもよかったじゃんと。とどめはこちらでございます。はい、 DLC。今日に至ってなんかもう家いません。今日に至ってなんかもう家いません。戻す作業終わったわ。よし、なんだっけ、あーホイミスライムとカブト小僧、あ、そういうチーム。これさ、相性はないんだけどコンセプトができますよね。真ん中で頑張ると、うん、いいチームだ。 いやというわけでですね、このね、カブト小僧貯めてホイミスライムでホイミして真ん中シロちゃん頑張る、もうね、コンセプトがはっきりしてるいいチームですので、ね、相性も発動してないのがね、本当にテレピロって感じなんですけど、私にとってはね、はい、それにしてもいいチームだなぁ。いや、相手のチームを褒めてくれ、そういうコンセプトは褒めてくからな、俺ちゃんと褒めて伸ばす教育は私得意なんですよ。得意っていうのも私、褒める相手がいなかったです。はい、職場でも褒める相手いません。はい、おぉ、うどん食らってくね。うどん頑張ろうぜ。このホイミ早すぎたね。まあ、しゃあないね。うん。もう敵の AI 的にも、ホイミスライムの素早さ的にも仕方ないね。うん。さあ、このドラゴンはね、斧をブンブン振りまして、爆炎に行きますよ。行くぜ、ぐるぐるっといってさ、よいしょ、いいね、いいダメージ出てんの、ほんとに。まあ、かぶとこゾーンには出てないのはしゃあないとしてね、ホイミスライムにだいぶ出てんな。レップーさんは大丈夫。まあ、そこまで痛い攻撃ではない。よしよし。さあ、ウルトン、ここでね、得意技、アイスクラッシュ、行くぜ、いけうどん、よいしょ、いいね、しっかりね、いいダメージ出てるよ。ここでね、もう強力なさ、ダウンウォール。もう、全体攻撃かつダウンウォール。強いに決まってんだよね。オッケーオッケー、いいよ。いいダメージだ。いいダメージ出てる。まあ、ここは確実に詰めていくか。確実に詰めていこう。うん、確実に。もう全体攻撃でいいです。敵の HP 的に全体攻撃で大丈夫だと思います。はい。立ち上げ。君はためるをしないね。真ん中で頑張ると言ってるの、君って、なんで君を動き出す君はためるでちょっと真ん中の補佐をするんじゃないのかサポートしないのか真ん中のマスターができないと思ってんのか。おっと、カブトコゾウ避ける。まあまあまあ、しゃあないね。カブトコゾウ避けるモンスターだ。爆炎切りいくぜ。大丈夫。爆炎切りカブトコゾウめっちゃ避けんじゃねえか。まあ、避けるモンスターではあるけどね。ちょっと、君たちマスターを見捨てるな。真ん中の補佐をするんじゃないのか、君たちは。何見捨ててんだよ。大丈夫、次ガサして詰めて終わりや。はい、よいしょ。いいね。いいダメージ出てんな。ほんと強いな、ダンボールって。メタルキングの剣が強すぎるんだよ、こうしてみるとね。もう見捨てられてんだよ、お前。ドラゴンに当たらなかった。はい、もう一気にね、普通にギガスラッシュです。普通にギガスラッシュでございます。まあ、これ、とどめ打ちですね。よくあるね。はい、よいしょ。お疲れ。勝負あり。なんか知らないんですけど、このパッチョに多くの実況者が負けてます。このキラマシンの上でめっちゃ笑って、
あの、この、こいつのチームによく負けてるみたいです。多分その理由がですね、このチームなんですよ。HP が2143となかなか高くて、このまどろみ切りがあって、こいつのスペシャルカードがね、使うし、スペシャルカードが、あの、賢者の石なんですよ。だから、普通に2500の HP を削れずにとどめる自撃を打たれるって人が多いんですよね。いや、なんか正味一発で勝った覚えしかないんですけど、なんでだっけな、なんかまどろみ切りが確かに超うざかった覚えあるんですけど、なんか始めるとき勝ててたよね、普通に。はい。多くの実況者がね、なんか負けるんですけど、多分勝てると思うんですよ。確かにでも、賢者の石って3ターン目に使うんですよ、こいつ。そう、パッチョね、やっぱね、みんななんか、負けてる人多いなーっていう印象はある。もう完全攻略したいと思います。はい。ここで負けたら面白い、確かに。ここで俺また、ここでね、多くの人みたいに負けたら、まあ確かに面白いけどね。それはそれで面白いよね。さあ、メタルギー行きましょう。はい、健康一戦メタルギリー、オーケー、はい、よいしょ、いいね。いいダメージ出てれば。あの、これメタルギリーなんですけど、主人公のこのメタルギリーは、キラーマシンとかのメカ系に対しても効果があるんですよ。はい。これはちょっとズルですね、ちなみに。これちょっとズルですね。普通、メタルギリーの剣なんてないんですよ。ちょっと完全攻略にしてはちょっとずるいですね。よくよく考えたらね。いいダメージ出てんな。魔法の力か。そもそもあいつが。いくぜ、炎の力ね。爆炎切り。よいしょー。そう、爆炎切りとか普通にこんだけ出るからね。普通にそんな苦戦するかっていうと、そんなに苦戦する印象ない。さあ、ここで稲妻の剣、稲妻の剣いきます。これキラーマシンに打点が取れるんで、結構いいダメージ出るんじゃないですか。めっちゃ出るわ。これ2ターンで攻略しちゃうんじゃねえか、おい。2ターンで行っちゃおう、ウルトン。ウルトン、2ターンで行こうぜ、ウルトン。行くぞ。あ、よいしょ、いいよ。もう2ターンで、3ターン目の賢者の石が来る前にもう決めちゃいましょう。もう待ってられません。賢者の石なんて待ってらんねえもんな。ああ。おっと。まあ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 。賢者の石待ってらんねえわ。行くぜ。炎を下ろすからね。行くぜ、爆炎の爆炎に。はい、よいしょ、おーい。なぜお前が残る、なぜお前が残る。そこは倒すとこでしょうが。おお、ここでラストは健康一戦メタルギリー。おいおいおい、ガードされるって。大丈夫だった。2ターンでいっちゃった。ごめんな、パッチョ。うん、流れ使うと一気に決着、豪快なバトルだった。豪快なバトル、戦士らしく。おお、私のバトルは確かにちょっと豪快というかというと、どちらかというと豪快ではないですね。はい。なるほど。豪快なバトルが見たいんですか。おぉ、いいでしょう。さあ、相手のチームなんですけど、確か、全部物理だったはず。ほとんどが物理。レベルいくつだっけ?2605!HP2605? で、待て、お前、それ相性で2900まで伸びねえかい。うーわ、敵の補正よ。そうか、大会もの進めるからすごいことになっちゃってんじゃん、敵。まあ、なるほど。はい、というわけで、豪快なチーム作り。はい、鋼の剣です。豪快なチームとは程遠い武器ですね。はい。もうまるで始めたばかりのようなね、装備ですがね。まあ、落ち着いてみてください。私のお供を紹介しましょう。人食いサビル、悪魔の騎士でございます。見てください、こちら見てほしいんですけど、技が全部剣のマーク。つまり、打撃属性です。すべてが打撃属性。ちょっとした考えがありましてね。さあ、動画初登場、悪魔の騎士とね、ぶつかり合っておりますが。いやー、DLC、ついに来ましたよ、動画に、皆さん。そして、人食いサメ、すべてが打撃属性。私の考えがあるんですよ。こちらでございます。こちらのスペシャルカード、1ターン目から双剣に行きますけど、無心攻撃、行きます。打撃属性のダメージ、2倍です。はい。1ターンの間、打撃属性のダメージが2倍になるんですよ。さあ、向こうはスーパーハイデーション。ね、低倍速も使ってますよ。削り切っちゃいましょう、こちらも。さあ、お互いね、もう一旦でね、ダメージの応酬行きましょう。打撃属性のダメージがね、こっちはね、もう、2倍になります、おおよそ。今、向こうスーパーハイデーションこんなんです。見せましょうよ、こちらもね。はい。見せたいんだけどね、ねえ。てか、みんな遅えんだよ、てか、素早さが。だからもう完全運ゲーになってるぞ。なるほどね、406。いいよ、いいよ。みんな動くね。通行の自撃すんの。ちょっとやめて、それで混乱したら俺たちのさ、嘘でしょ？ここで混乱すんのなしだよ。悪魔の騎士、頼むわお前、ちょっと。
無心攻撃が、俺の無心攻撃がなくなっちゃうじゃん。ねえ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 。いけます、ブーメラン。さあ、無心攻撃のね、2倍の威力を解くと見ろすげえでんな。さあ、ここで気合気も行こう。いけ誰に行くんーよー、俺だ !731 強い、めっちゃ出るな。めっちゃ出るな。でも、こんなんで止まっちゃダメでしょ、お前、それは。おそうか、つばぜないか。なんでこんなんで止まるんですかね。DLC 頼むわ、お前。頼むぞ、お前、DLC。向こう選手レベル50だったのか、とか。いきまーす。普通に連打してるわ、今。久しぶりだろ、この連打。いや、もう勝てるでしょ、さすがに。OK。でも、普通にいい勝負になってますよ。これ、痛恨しないとこあるな。さあ、人食いサーブで頼むぜ。もう、無心攻撃もスーパーアイテムないです、お互いね。はい。ここから削り合いです。ただ、ボストロールが向こう、戦士パーティーにボストロール入れちゃうと、せっかくの戦士のね、打たれ強さがなくなっちゃうんで、正直ね、向こう、それはずるい。うん、それはずるいね。うん。向こうのね、美味しいとこね、なくなってるんですよ。さあ、行くぜ、DLC。ビッグトマホーク行きます、せーの、あ、よいしょ。いや、ちょっと待って、もうちょっと頑張って。しかしこれ2回コードなんですよ。はい。全体にね、2回攻撃が弱いわけないんだよ。おい2体攻撃が弱いわけないんですよ。全員当たれば180。なるほどね。さあ、コークスクリュー。これ向こうのボストロー次第ですよ、やっぱり。うわーお。結構いい勝負してんな。普通にいい勝負なんだけど。大丈夫かな。ちょっと待って、これ大丈夫、勝てる。向こうの通行の撃でなんか全てがひっくり返った感が凄まじいんですけど、大丈夫ですか、ちょっと皆さん。あれ、これワンチャン負ける説あるぞ。また大目玉使うか。会心出していこうぜ。そういうこと、人食い食べるよく分かってるわ。俺 DLC より下手な DLC ですよ。こいつの方が強いんじゃないか。いけ、気合切り。大丈夫、命中率は比較的高いよ。何を誰狙ってんの。誰狙ってんの。悪魔騎士頼むぞ、お前。いけ、ライアン。黒いライアン、ヘッドブレイク。いきます、いけいけいけ。さあ、ライアン勝負あり。最後はライアンが決めた。よし、よかった。悪魔の騎士さ、無心攻撃見せれなかったじゃん。どうしてくれるんだよ。空気を読まねえゲームだな。DLC 使った罰っていう感じですよ、どっちかといえばね。よし、戦士決定戦ね、僕に決まりましたよ。まあまあまあ、戦士は低い。てか、敵レベル50だったらよかったわ。おう、涙拭けよ。涙拭けよ。打撃戦をしのぎましたね。まあ、どっちかといえばボストロール向こう有能すぎですけどね。いくらなんでも。一撃のダメージとんでもない。本当ですよ。700ダメージ出るからね。700出てるからね。で、さあ、まあね、これ3つ目クリアですね。戦士決定戦。あと魔法使いと僧侶が残ってるのか。いやー、僧侶がちょっと怖い説あるんだけどなー、正直。もうそろそろね、レベルもそこそこ裏で上げてるんで。お、マジかぶり、これでゾーマのレベリングはかどるわ。これでね、そろそろね、上級職を行きたいなって思ってます。はい。戦士も上がったしね。じゃあ、そろそろ上級職を行ってみますかね。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。